私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。ラストソングが大失敗？不憫な斉藤飛鳥。乃木坂46斉藤飛鳥の卒業ソングがやばい？ MV の再生回数が変化。11月19日に彼女の卒業ソングとなる 31st シングル、ここにはないものの MV が公開されたが、その再生数から無慈悲な現状が伺えるようだ。年内いっぱいでグループでの活動を終了し、来年に卒業コンサートを行う予定の乃木坂46、斉藤飛鳥。12月7日のリリースに先駆けて公開された同楽曲の MV。11月29日時点ですでに約223万回再生を突破しており、トップアイドルグループの抜き録を見せつけている。ここにはないものは長く乃木坂46を支えてきた斉藤の卒業ソングという極めて特別な楽曲。しかし公開から10日で223万回という数字は、これまでの楽曲と比べてみると少々伸びが悪いようだ。時間をかけて再生数を伸ばしていく可能性はありますが、それでも過去のヒット曲と同等の数字を記録するのは難しいでしょう。現時点で今年発売された29th アクチュアリーが約615万回 30th 好きというのはロックだぜ。が約628万回といずれも1000万回には届きそうにない状況。さらにファンの分析によると、ここにはないものの再生回数の伸び率は、アクチュアリー、好きというのはロックだぜ、よりも悪いとのこと。勝負曲のはずが、ファン以外は興味がないのかもしれません。ラストソングが大失敗？不憫な斉藤飛鳥。斉藤の卒業ソングでさえ、最近の MV 再生数減少を止められなかったとして、ファンからは、卒業ソング MV で初動が全てだからな。後からデュースとかかることはない。表題の累計も伸びなくなってるし、ライト層がかなり減ってんやろな。ファンなんだけど、ごめん。見てないわ。ご規制入ってあんま追ってない。アスカファン以外見る必要ない MV だからかな。撮影している人が乃木坂に興味ないのが伝わってくるだけの MV だったな。これじゃ誰も見ないわけだ。そもそも乃木坂が飽きられてる。ブームでライト層も注目してたけど、いなくなってこのざま、涙。などと悲しむ声が続出している。11月18日に音楽ユニットホーニーワークスが手掛ける、可愛くてごめんフィート。主探、CV、早見沙織の MV が YouTube に公開されました。ここにはないものより1日早く公開された同楽曲ですが、こちらは29日時点ですでに約803万再生を記録。TikTok で流行っているということもありますが、乃木坂46は一部界隈で話題になっている楽曲に大差をつけられたことになります。人気低迷がいよいよ深刻なレベルになってきているのではないでしょうか。一部ファンの間で、5期生中西アルの騒動で大不評だったアクチュアリーよりも注目されていないと言われてしまっているここにはないもの。ラストシングルなので CD は売れると思うが、このままでは斉藤も気持ちよく卒業できないだろう。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。